皆さんおはようございます。おはようございます。2020年6月21日主の第一礼拝を始めさせていただきます。それでは総幕のうちに心静めて神様を待ち望みたいと思います。
主よ、私の祈りを耳に入れ、私の願いの声を心に留めてください。私は苦難の日にあなたを呼び求めます。あなたが答えてくださるからです。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に喰らうべきものはありません。主よ、あなたが作られたすべての国々はあなたの御前に来て伏せ拝み、あなたの御名を崇めましょう。まことにあなたは大いなる方、涼しい技を行われる方です。あなただけが神です。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理のうちを歩みます。私の心を一つにしてください。皆を恐れるように。目に深い天の父なる神様、あなたの皆をあがめ賛美します。今日もこうして兄弟姉妹と共にあなたに礼拝と賛美を捧げることができることを感謝いたします。今日もどうぞこの場所にあなたが臨在してくださり、今日のメッセージを通してあなたの御言葉をどうぞ私たち一人一人に語ってください。そして私たちはその御言葉をどうぞ聞く耳を持つことができますように、どうぞ導いてください。コロナの影響により兄弟姉妹、また来ることのできない兄弟姉妹もおられます。でもどうぞその場所においてあなたが祝してください。そしてどうぞまたさらに教会に足を向けて来ることができますように、どうぞ導いてください。お願いいたします。神様は本当に良いことも悪いことも感謝しなさいと言われますけれども、私はまだこの主人の病を本当に心から感謝して受けることができません。どうしてですかと本当にあなたに不平を言っているような私であります。でも本当に聖書を開いてみますと、パウロとシラスは本当に牢獄の中におり、足かせをつけられ、鎖で足かせつけられ、本当に苦難な困難な道の中におりますけれども、本当にあなたに不平、どうして神様こんなことに合わせるんですかと不平を言わず、神様に感謝と賛美を捧げたとあります。本当にそのように私もパウルとシラスのように、どうぞ本当に感謝を捧げることができますように導いてください。その時に本当に賛美を捧げた時に神様の働き、本当にそこに一緒にいた囚人たちもその賛美を聞き、そしてその時に突然地震が起こり、本当に足かせも取られ、戸も開き、本当に囚人たちも皆さん自由にされたことが書いてあります。でもその時本当に神様は働いてくださり、そしてその看守の方も本当に神様を信じるところ、神様を信じることができたこと、本当にありがとうございました。本当に感謝するということが、本当にこれだけ神様に、神様のご計画が達成するということが考えさせられました。私も本当にこの病を受け入れ、本当に感謝して、いろんなことに感謝して、主人の世話もできますように、どうぞ導いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは歌集79番325番と賛美していきたいと思います。Thank you.
9節になります。ヨハネの黙示録8章8節。第二の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の3分の1が血となった。すると海の中にいた命のあるものの3分の1が死に、船の3分の1も打ち壊された。後ほどこの箇所から第7の封印、第2のラッパ、海の3分の1が血にと題してベニヤミン中野牧師よりメッセージを賜ります。その前に賛美の奉仕をお願いいたします。
それでは歌集から350番歌集の350番聖霊の雨、これを賛美いたします。350番聖霊の雨。何者も見るに勝ってまず天を仰ぎ、神様にイエス様に心を注ぎ、また目を注ぎなさいと称されます。神の国とその義を第一に求めよとあるように、日々の生活の中においてどんな時にも自分を見るのではなく、またさまざまな困難、問題、課題に目を留めるのではなく、まず神に目を向けなさい。そして感謝を捧げ、賛美を捧げ、また今置かれた状況の一つ一つにおいても主を褒めたたえ、栄光を主に帰していきなさいと称されます。あなた方のこの小さいと思えるこの信仰が大きな力を持っていることを覚えなさいと称されます。またあなた方の小さな信仰を私は決して小さいと捉えないことを、またそれを通して私の技を出すことを覚えなさいと称されます。神に祈って求めたものは既に与えられたと信じようとあるように、あなたが祈ったこと、また信じたこと、その信仰を固く握り続け、感謝を捧げ、賛美を捧げて、信仰から信仰、また力から力へ、感謝から感謝へと進んでいきなさいと称せられます。この世のさまざまな問題、揉め事、争い、醜い出来事、それらによって心を支配されてはならないと称せられます。確かに私は癒し主であること、また私の計画はあなた方の計画よりも高く深くと長くと計り知れないものであることを覚えなさいと主は仰せられます。今わからないこともあなた方が求めるとき、はっきりわかるように私は導き示していくことを覚えなさいと主は仰せられます。ハレルヤ。それではもう一度今の350番聖霊の雨、佐藤翔子姉妹作詞作曲です。350番開始。